過激派組織イスラム国がイラクの遺跡を破壊したとする映像を公開しました。破壊したとされるのはイスラム国が支配するイラク北部モスルからおよそ30キロにあるニムルド遺跡です。11日に公開された映像では男がアラー以外を崇拝するすべてのものを破壊するなどと述べ、ハンマーや銃器で彫刻などを破壊する様子や爆薬とみられる粉末を詰めた複数のドラム缶を並べ遺跡全体を爆破する様子が映されています。この遺跡は紀元前9世紀頃に栄えた古代アッシリア帝国の宮殿跡などです。ユネスコ国連教育科学文化機関はニムルド遺跡の破壊は人類に対する戦争犯罪だと非難しています。